どうも、オプショントレーダー兼ボイシーパーソナリティの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。 えゴールデンウィークが明けた本日、よりこそ先週金曜のニューヨークの結果を踏まえた真似、まね、先物の,の位置だったんですが、まあ、あれよあれよと下げ幅を拡大。結局5番に入っても戻せない厳しい流れとなってきました。そこで今日は日経平均先物の,の方を使って、この動画収録時点の最新データをもとに時合を測っています。アメリカが特に一気に厳しい展開とまたなってきているので、ぜひ最後までご覧ください。 それでは早速5月10日日経225オプション考察始めていきましょう。はい、えー、本日のメニューです。今日も、えー、今日はか、チャートは一目均衡表とマック d に戻っています。それからオプション手口、先物手口と見て今日の着眼点という形で進めていきます。えー、オプションはいよいよ5月切り最後の開示ですからしっかりと残高の方をご確認ください。 はい、えー、それでは5月9日、相場外協からです。今日の日経平均、終わり値26,319円、684円安、2.53%、トピックスは1,878.39、37.52、1.96% 37.。 これね、2%にいかないというところで、まあ、うまくコントロールされてる気がしなくもない。マザーズは今日も強烈な下げ、652.48、-21.70 で、-3.22% となっています。 え次に、売買代金ですけれども、当初プライム2兆9545億円ということで、まあ3兆円前後ですから、まずまずといったところ。ただ、スタンダードが731億円と、まあ相変わらずね、そんなに多くないんですが、え、とうとうグロースが1000億円を割って932億円と、まあかなり進行市場をね、これ換算としてきて、その中で下げていると、まあね、非常に買い手不在というか、もう厳しい状況になってきてるんじゃないかなという気がします。 え次にえ恐怖指数ですけれども、ビックスがまた33.91。これ5月の9日の20時ちょい過ぎ現在というとこですけれども、また34という、ま、水準に上がってきています。 日経平均 VI もまあ今日はね700円近い下げですから、プラスの2.63ということで、また30を超えてきました。30.36。非常にボラタイルな相場になっていて、もうこれジェットコースターですから、まあ引き続きもう S 級集でもありますが、注意が必要な、まあね、状況になってきているということだと思います。はい、え、それではここからは日経平均の冷やしのチャートですが、 まあね、今日は残念ながら、まあ、髭がね、ほとんどない。まあ、もう大きな大陰線を引いてしまってるという形で、また悪いことに、えっと、50日に上値を抑えられて、だからまあね、75日を、本当に金曜日の時点ではちょっと超えてたんですけれども、今日の下げで、75日はもちろん、50も 5MA、これ黄色いのが5日移動平均線ですけれども、まあ、全部また大きく下回ってきました。 そして、モメンタムも、なんとか金曜日、ゼロライン、ゼロ付近まで行ってたんですけれども、まあ、大きくまた腰折れをしてきていると。なので、上値を切り下げてきている流れ、ね、変わらず、25日戦も、この三角持ち合い、上値を切り下げてくる、 このね、このトレンドラインとほとんど同じ角度で今下がってきていて、ここを抜けるか、まだね、これ、あの、下落方向とはいえ、抜けてくれるかなっていうところで、まあ、金曜日迫ったんですけれど、まあ、また大きく窓を開けて下落をしてしまってるという形で、もう非常に弱い、弱いどころか、移動平均線、冷足ベースは全部下にぶち抜いているので、またね、これ、シューアシとか、マック D とか、ボリンジャーバンド、 一目均衡表。このあたりで、ちょっとね、この節目を見ていかないと、もう冷足の移動平均線では節目はないという形で、まあ非常にちょっとね、これ、 あの、直近の安値、もう、あの、実際割り込んできてるんですね。なので、もうここがギリギリ、ギリギリね、この4月の上旬のところで今踏みとどまってる状況ですけれども、今先物はもうちょっとね、100円、200円下に行っちゃってますから、まあ、なんとか今日アメリカが踏ん張ってくれないと、まあ、日本も直近4月の安値はまた更新してきそうな感じ。ちょっとね、下の方の動きに気をつけないといけないかなという気がしています。 はい、えー。次に一目均衡表です。まずね、この緑のライン。ここ、5月の9日。現物の日経平均は5月の9日。まさに今日、雲がねじれるという形で、まあ、雲のねじれっていうのは、まあ、そこで相場が転換する。もしくは、大きな流れが出ているものが加速する。まあ、要は動きが大きくなるというような捉え方なんですけど、これを見るとね、難しいですね。直近戻っていたものが、まあ、下落転換した。 っていうねじれかもしれないし、まあずっと上根を切り下げてきたところで、こっからね、大きく、まあ加速する、下げを加速するっていうふうな、まあ何でしょうね、こう、理解になるのか、まあどっちにせよこれ、下げが強まっちゃうんじゃないのという感じになってきて、ちょっと嫌な感じですね。 で、まあ、一目均衡表上は、これも三役逆転。せっかくね、雲が、まあ、ぎーッと狭まってるところで、雲の上に行って、一ついい形になってたんですけど、まあ、残念ながら、また三役逆転。一目均衡表も短期売りサイン。マック D は、この、毎点、陰点のところが少しね、減ってきてたんですけれども、ここの上昇で。また、濃い赤に変わって、下げが加速という形になっているので、まあ、ちょっとね、非常に下、 注意しないといけないかなという気がしますはい、えそれではここからはオプションの手口を見ていきたいと思いますいよいよ5月切りもあと3日10、11、12の残すのみとなってきましたまあ、そんな中株価はずるずる下がって26,300円近辺まで ATM が降りてきてしまっていると で、そんな中、えっと、今週は26,750から27,250。この5つが開示されています。残高ね。JPX から金曜日まで、先週の金曜日までのデータが開示されました。 コールサイドは、えっと、結構買い長ですね、まだ。26,750が1,040枚も買い長でした。で、その上27,250も、まあ、398枚買い長というところなので、まあ、27,000円を挟んだエリアは、うん、ちょっとね、コールは買い長、まあ、上を見ているというのが、まだまだね、コール買いが残っているという形になってます。一方で、プットの方は、 2万7千円のプットが190枚だけ買い越し。その下2万6千875も161枚買い越し。ただしその下2万6千750。ここが237枚の売り越しと。なのでまあね、ここコールが1千枚以上買われているので、ここだけ見れば、まあややプット売りとコール買いですから、これどっちも上なんですね。だから2万6千750よりも上っていう形にまあなっていて、下の方はまあ2万5千500。 今日172枚ね。今日ちょっとプットの方はえ、今日のポジションは買い戻しが多かったと思うんですけれど、売ってるもののね。ただ、まあ下の方はそんなにプット買いがないんですね。26000のプットが今日192枚買い乗せされて、まあ351枚の買い越しになってますけど、その上、まあほぼ同じ枚数売ってますから、 まあまあね、そんなにバランスも崩れていないということなので、海外勢全体で見ると26,750よりも上、つまり一旦どっかで下げ止まって、ね、カー水木とグッと上昇して27,000円から27,500円ぐらいで S 級迎えるんじゃないのっていうような、ちょっと動きにはなってるのかなと。このポジションだけ見ればね。はい、という感じにはなっています。 はいえ。次にゴールドマンですけれども、ゴールドマン。コールサイドは今日は触ってこず、プットは買い戻しがメインで買い長という形ですね。残高を見ると、まあ、コールサイド、この2万7千円でも上ってゴールドマン、ずっとね、コールは売りっぱなしという形なので、2万7千円のコールが350枚の買い長なんですけど、その上は、まあ、400枚前後の売り越しになって、その上も同じぐらいバーっと断続的に売っていると。なので、コールサイドは、まあ、2万7千円でね、ちょっと上、 でプットの方も買ってるので、ここはちょっとね、動きが相殺されて、2万7000円を軸にね、上は2万7000円ぐらいまでっていう風に見ていて、であと、プットの方もまあなんだかんだ売りも入ってはいるんですけど、やっぱりプット買いながらなんですよね、2万7000円よりも、下のこのあたり、若干ね。そうなので、まあそんなに大きく下を見ているバランスにはなってないものの、2万7000円よりは下、だから今まあいるあたり、2万6000円。 250円から500円ぐらいのあたりは、えっと、ゴールドマンとしては今の位置としては悪くないという形になっています。だから、まあ、こっからこの先ね、上のコール売りと、まあ、27000円よりちょっと下のこのね、プット売りをだいぶ処分してきたことで、まあ、プットのバランスが27000円よりも下で、買い長になるのか、売り長になるのかで、ちょっとね、状況変わってきます。 ただ、ゴールドマン、基本的には27,000円近辺か、もうちょっと下を見ているというバランスかなという気がします。はい、え次にアムロです。アムロですけれども、まず、えっと、この、開示されたエリアですが、そんなにね、コールの方は枚数が多くなかった。で、うんと、売りと買いが、まあ、売り長、コールは売り長 ATM 近辺ね、27,000近辺はちょっと売りの方が多い。 一方で、えっと、プットは買いが多いということで、まあ、2万7千円近辺で見ると少し下。これ2万7千円がね、しかも今日1020枚売り乗せしてきたんですね。これ、金曜日のデータとして正式に開示されたのが209枚の売り越しですから、今日1020枚売ってきたということは、これ、 買い戻しとか売り決済とかっていう決済力ではなくて、これ売り乗せをしてきたんですね。だからかなり一気に2万7千円のコール、つまり2万7千円よりも上がらないというポジションに1,020枚も積んできたという形で、まあこの辺り ATM よりちょっと上のところって、まあ割とコール売りがだーっと溜まってきた。 で、しかもプット買い。だからこの26,750から27,000円って、強力なコール売りのプット買いになっていて、27,000円よりも下っていう、ま強いポジションになっています。 で、さらに26,500のプット、今日も420枚買い乗せして、これね、ちょっとまあ、開示されてないので、残高がどうかってとこあるんですけど、ただ、ね、先週とかある程度開示されていたので、あの、大きく決済してない限りは、そんなに大きく外れてもいないだろうということで、まあね、4,000枚近い買い越し。まあ、一方でその500円した2万6,000円のプットは、3,000枚近い売りという形で、まあ、バランスはとって、その間ね、この間、 4000枚とこのあたりが4000枚ぐらいなので、まあ大体ね、ポジション数は1対1になってるので、まあね、デビットスプレッドに近いイメージで、そんなに強烈に下を見ているわけではないと。利益も損失も限定的な、まあ、ポジションに、ね、なってるのかなという気はしますし、26,500のコールは、えっと、今日718枚、こっちもね、買い越して、 こっちはね、965枚の買い長になってると。だからこの26,500がどっちも結構な枚数買いになってややこしくなっては来てるんですけど、全体的なバランスは27,000よりも下。そして26,500はプットの買い長の方が大きく枚数が多いということで、まあ今のところね、26,000から26,500円ぐらいの間をアムロは見ているのかなという気がしています。 はい。え最後、先物です。今日、日経平均マイナス2.53%、トピックスマイナス1.96%ということでえ、ラージプラスミニの日経平均が立つ先物、3405枚の売り越し。 一方でトピックス先物は1074枚の買い越しということで合算すると2300枚の売り越しという1日になっています。個別で見るとアムロが買い長ね、買い方の方としては4500枚。まあこれ今日大きく下がってるので、アービトラジ専門のね、アムロは、まあ基本的には株価が下がれば先物は買ってくるので、まあここはそんなに、まあちょっと枚数は多いにせよそんなにね、不思議ではない。 あとは BNP が1963ぐらいかな、4桁のところはそんなにまあ目立つところの動きがない。一方で、ちょっとね、今日売り方、今週月曜日、売り方に回った、この JP モルガンがね、5200枚売ってきました。まあ、とはいえ、先週の残高、これ4万1000ぐらい買い長状態になってますから、この6月ね、記事化だけで。なので、ちょっとこのあたりから少し、 まあね、決済をしてきているのかなという気はしますけれども、まあちょっとね、5000枚一気に売ってきたよっていうところと、同じくモルガンスタンでね、モルガン兄弟、1300枚の売り越し、さらにクレディスイスが2000枚近く今日、まあ下がる中で、ここは超ね、土短期で、デイトレみたいな感じでやってきますから、まあ今日は下がる中についていったのかなと、クレディスイスがね、2000枚近く一気に売ってきています。あとはメリル・リンチが、 えっと、2600枚か、売っているという感じで、今日、ゴールドマンはね、ちょっと合算するとおとなしかったんですね。あの、えっ、ー、と、日経平均型1500枚売ってきてるんですけど、結局、トピックス型でしっかりとその分買ってるので、合算するとね、ほとんど、えっ、ー、と、動きが出てない。まあ、ゴールドマンずっと先週までは先物買い越してきたんですけれど、一旦今日はその動きがね、買い戻しの動きが止まったという形になっています。 なので、まあ、この辺り、ちょっと S 級集、まあ、あの先物はね、これ6月だからまだあと1ヶ月あるんですけど、まあ、ここからちょっとね、5月のオプションの S 級に向けて、どっちに降ってくるのか、ちょっとね、ゴールドマンの。 上に振るっていうのも減ってきて、オプションの手口を見てもね、ちょっとバランスが下になってきてるので、まあ、ゴールのまあ今あたり、ちょっと株価が上に行きそうだったらね、少し先物売るとかで調整するのかな、どうだろうっていうのがね、今のちょっとオプションとの手口から、まあ、感じるね、まあ、バランスかなという気がしています。 はい。えー、最後は今日の着眼点ですが、ちょっとね、連日同じような構成で恐縮なんですが、まあ、それだけ、アメリカのチャート、それから金利、このあたりがやっぱりね、すごく、ここのところは重要で、もうそれによって大きく動いているので、しっかりと見ておこうと。で、ゴールデンウィーク明けは日本史上思いのほか急落。 まあ最初はね、2、300円の下落で、まあそんなもんかなと思っていたら、ね、一時700円近くまでもう下落するという形で、で、終わってもね、下髭が全然出てこず、684円大きく下げました。今日一日でね、またちょっとチャートの見た目が変わってしまっていますので、確認をしておきましょう。そして金利とアメリカのチャートがね、もうどんどん危険な水準になってきて、ちょっとね、シャレにならない状況にはなってきてます。だからまだね、S&P500 とかニューヨークダウン、 よく踏ん張ってるんじゃないかなという気がします。これでも。はい。ということで、まず、えっと、今日は日経平均の、えっと、先物の,の冷やしからね、ちょっと見ておこうと。なので、まあ、現物はまだね、あの、方向性出てないんですね。あの、ちょっと下げてきてるんですけど、まだ大きく下落の方には崩れていないんですけれども、先物がナイトセッションに入ってもう一段弱くなったところで、例えば新型マック d 先物は、 赤くなりました、まあ。前回もね、ちょっと1日で、あの、騙しで、このあたりね、いずれにしてもヒストグラムがもうめちゃめちゃ小さくて、なかなか方向が出ない。一応、要点ではあるんですけど、株価はずっと下がってきてるので、いまいちね、ここのところ、この、まあ、4月中旬ぐらいからゴールデンウィークを挟んだ、今、珍しく新型マック d がうまくワークしないぐらい、実はね、すごく、こう、 値動き大きいんですけど、あの、範囲はね、そんなに広くない。26,500円から27,300円ぐらいのところを、ものすごい勢いでギッタンバッタンしてるだけでっていうところが今までだったので、ちょっとね、これ、つかみどころないんですけど、まあ、ただ今日また新型マックリ一番サインの早いところが引転してきています。ですから、ちょっとね、注意をしたいかなという感じになってます。 同じく MMA リボンも先物でナイトセッションに入ってまたこれ200円ぐらい下げてましたからこれ取った時ね。なのでまた今回2日目も真っ赤フルレッドになってこれでまた下落の方にトレンドが出ているよ出てきたよっていうサインになってます。これリボンもね一気に収縮しかけてたのがまた急激に広がってきていてま直近の安値をこれ先物ベースもね割り込んできてるんですね。 3月7日の安値はまだだいぶ下にありますけれども、4月の直近の安値ちょっとね、割り込んできてます。ですから、この流れのまま、まあ、ニューヨークになっても戻せなかった時、ちょっとね、明日、日本の現物市場も、またね、ちょっと思った以上に100円200円下を掘りに行くかもしれない。そうなるとね、また2万6000円の攻防になってくるので、ちょっとこのあたりが、 もしかしたら明日意識される展開になるかもしれないなと。はい。そして、えっ、ー、と、グロースバリュー指数も、もうね、これ、すごい角度でまた下落してきました。この時の角度とまたほぼ同じなんですね。この一番、まあ、崩れた、ね、今年2022年に入って急落した時に、まあ、一気に、うん、とこの、まあ、バリューよりもね、グロースが死んだ。 一気に今年2022年になってグロースが死んだっていう感じなんですけど、またそれと同じ角度で急落してきてると。だから今の金利の上昇、まあ一旦 FOMC でね、ちょっと騙しが入ったんですけど、そっからの2日、3日、またね、これすごい急激に落ちてきています。金利の上昇が止まらない。だからグロース、まあハイテクね、半導体含めて、ものすごい勢いで死んでると。 という形なので、株価が上がっても下がっても、バリューよりもグロースの方が、全然ね、パフォーマンスが悪い。で、こうなってくるとね、やっぱり日経平均上がれないです。よくここで踏ん張ってるなと。だからこれ、円安の影響でしょうね。円安だからここで踏ん張ってると。 もうアメリカはね、この辺りの安値ドーンと割ってるわけで、日本がこの安値を割らずに踏ん張れているのは、やはり131円をつけてきた円安で、なんとか踏みとどまってる。ただこれね、上値を切り下げるこの平行チャンネルからは、結局一旦また上を見に行くとしたら27,200円ぐらいかなっていう感じで見てたのが、まあ届かずに今日大きく下落をしてきたので、まあこのまままたね、ちょっとしたミッドバンド近辺を目指す流れになるかもしれない。 まあそうなったらね、本当に2万五千円割れてくるような角度ですから、本当に注意しないといけない。まあ、それぐらい今ね、厳しい。グロースバリューも死んでいるということですね。はい。もう一つ、もうこれも連日ご紹介をしてますが、注意をしないといけないのが V レシオです。今日、5月9日の17時頃ね、これもう、あの、今日はね、ボイシーの無料会で V レシオを、本当に、うん、その時のもう最新情報としてお伝えをしています。 それから今日はね、YouTube のメンバーシップの皆さんにも、えー、コミュニケーションのところで、あの、まあ、今ね、こんなチャートになってますよ。ちょっとね、これ、これからないと、下がってくるかもしれないからっていうところで、ちょっとね、あのー、注意を促す書き込みをさせていただいたんですけれども、えっと、この時にね、V レシオ17時ごろ、今日5月9日17時ごろは、V レシオ3.57だったんですね。で、日経平均の先物が26,400円でした。で、えー、っと、まあ、ただね、 うんと3月7日、ここの安値がもう3.64ですから、今日の17時で3.57なんで、もうすでに、えっと、下に行っちゃってた。まあ、この辺だったんですね。だからちょっとこっからまたぐーっとね、現物22時半以降戻さないと、本当に危険かもねって言ってたら、ま、なかなかプレの中では戻せないどころか、ずりじりじりと、ね、これ3.4まで20時半で下がってました。 なので、そうすると日経平均先物も,も200円さらに下落して、26,200円。だからまあ一旦ね、26,400円ぐらいの時にアラート出したんですけれども、まあやはりね、その通りの動きになってくるということで、結構この V レシオをプレイで、まあ試合を見るのは、あの、使えます。 このね、先にやっぱり V レシオが反応して上がるときはね、要線で上がるときは、まあその後底堅くニューヨークが始まっても、しばしはね、強いと。まあその後またなんかヘッドラインが出たり、用人がなんか喋ったりすることで、真、まあ、逆の動きをすることはあるんですけど、やっぱりね、これ V レシオ、この16時半以降、今はね、夏時間ですから、16時半以降になると、プレの値が出てきて、これチャート動き始めるので、まあぜひね、この V レシオチャート作れる人は作って、 夕方動きを見ていただくと、その後のナイトセッションのニューヨークの動き、まあ、ひいては日経平均先物の,の動きまで、ある程度ね、まあもちろん100発1 0中じゃないんですけど、ある程度の確率,確率でね、今も結構私、あの、YouTube のメンバーシップとかでやばいかもみたいなのを、まあね、 一ヶ月とか一ヶ月半に一回ぐらい荒と出してるんですけど、割と当たってると思うんですよね。どうでしょうね、メンバーの方 <laughs>。あの、結構、まあ当たるというか、少なくともね、場が開いてから2時間、3時間ぐらいは、これね、陰線引いて弱い、ブレションがプレーで弱いときは、本当にニューヨークダウンも22時半、23時半、開いてから数時間は弱いっていう動きにね、なりがち。なので、まあ、今日はね、もうプレーでだいぶ下がってきてるので、なんとかね、22時半、 あの、場が開いたら、ぐーっとね、戻していってくれればいいんですけど、そうするとまたね、この時みたいに、ヒゲでなんとか安値を更新するのを、あの、なんとか踏みとどまれるんですけど、もう今までね、1、2、3、4と、もう4月下旬からね、ゴールデンウィークの期間って、えっと、この V 列車を3月7日の安値、よ 4回ねねこれザラア抜けてるんです、ね、ただ、なんとか戻してギリギリっていうところで踏みとどまってるんですけど、いよいよ今日大きく割り込んできて、一旦ね、これ、下。 だから、ここから戻ったとしても、下髭ですから、えっと、ザラバの安値を大きく更新したっていう事実は残ってます。ですからね、やっぱりこれ、下落してくると、株価も耐えられなくなって、ずるっと行って、S、S&P500 ね、落ちてくる可能性ありますから、ちょっと注意をしてください。はい、そして、えっと、金利の上昇が今日も止まりません。こちら、10年再利回り、アメリカ。3.177%。これ、20時半ぐらいの値です。で、モメンタムもね、これ、直近また、 最高値近辺に来ていて、強い上昇になってるぞということですね。FOMC が終わった後、非常にまた金利の上昇が加速してきていると。こっちは30年、超長期ですけれども、まあ、ほぼ10年と同じぐらい1%、ト今日も上がっていて、上昇率で1%ね。30年の利回りは3.287%、もういよいよ3.3%に、えっと、もうひげでタッチはしてます。 えっと、10年は3.2%タッチして、30年は3.3にタッチしてるという状況ですから、こちらもモメンタムもね、ほぼ高値圏に来て、非常に強い。もう、とにかく上昇が止まらんと。で、30年の金利が上がるということは、これもナスダック厳しいということで、こちらも20時半ぐらいの時の先物。まあちょっとね、これ先物は15分ほど、私データ買ってないので遅延してるんで、まあ20時過ぎぐらいのデータだと思いますが、 もうすでにね、これ前日比で2.65も下げてます、この先物が。だから今日はやっぱり金利の上昇で、えー、V レシオも下がってきてるので、まあ当然ね、ナースダックにも厳しい流れ。でもう今こんな状況になっていて、今、現物ね、12,144ポイントなんですけど、けれど、えっ、ー、と、ナースダックの現物ね。 で、先物が今日はね、前日比で2.65%下げてるので、もしこのレベル、まあ2.5%ぐらい今日もナスダック下げるようなことになれば、もう簡単に12000ポイントは割り込みます。 1万、ねえー、2144が昨日の終の終値、現物の終値なんですけど、そこから2.65ってったら315ポイントですから、もう完全にね、1万2000ポイント終わり込んで、2020年の11月下旬以来ということになります。はい、こんな感じですね。で、一番直近の高値、これが去年の11月の、うん、と22日、1万6212ポイント、まあ、その後ね、ずっと下がっていくっていう、まあ、一番ね、ザラバレ高かった時 から1万2000ポイントってもう26%下がってるんですね。だからまあ、やっぱりナスダックの下げが半端ないんですけれど、このね26%もう下げてきてるんですけど、だからもう20%以上はね、等に下げてるんですけど、それでも止まる気配がないと。 いう形になっってるここがねちょっと危険だからやっぱり日経平均もナスダックと連動性高いし、円安で踏ん張ってるとはいえ、これ、ドル建ての日経平均ね、ちょっと明日時間あったら見てみようかな、もしくは明日ボイシーでやろうかなと思ってますけど、えっと、ドル建てで見ると、もうね、あの日経平均も3月7日の安値、とっくに割ってます。ですから、もう本当に円安で踏みとどまってるだけというのが、もうね、鮮明ですから、日経平均が強いわけでも何でもないということになります。 ですから、ナスダックの下げが止まらないということは、まあ、いずれ日経平均ももうね、あの力尽きてくるという感じになりますから、うん、ちょっとね、ここ、しっかりと30%までいっちゃうのかどうかというところもね、含めて見ておいていただければと思います。で、唯一、唯一明日、明後日上昇するかもと期待が持てるのが空売り比率です。また今日49.8と。 一気に空売り比率が急騰しました。まあ、さすがにね、700円近く下がったんですけど、えっとね、先週末までが42.7でしたから、もう今日50近くまで。で、私の方では48を超えると、その後ショートカバーが起こって株価は上昇しやすいと。まあ、これずっとこの動画でご紹介をしていて、まあ、直近ね、直近4月からは、えっと、2勝1敗と。えっと、もう48を超えるのがこんなにね、直近、 何度も何度もあるということで、あ、ここね、48.8のところは失敗したんですけど、49.4になった後は100円ですけどね、これ成功してるので、えっ、ー、とね、ちょっと間違えましたね。えっ、ー、と、3勝1敗かな、うん。なので、まあまあ、あの、48を超えた後は、翌日は株価がショートカバーで上がりやすい。ただ、言うてもね、ショートカバーですから、そこは注意をしてくださいと。何かね、材料が出て強い買い方、買い上がりがない 以上は、ただね、売った分を、まあ、ちょっとやばいかな、つって買い戻すだけなんですけど、明日もしかしたら買い戻しが起こるかもしれない。逆に言うと、今日700円近く下げてますから、まあ、明日ね、2、300円、まあ、自立反発というか、ショートカバーで戻せないといよいよ危険かなという気はします。だから、まあ、ちょっと明日はさすがにね、26,500円の前後で攻防するぐらいの、 呃、自愛になるんじゃないかなと、なんとなく思ってますけど、根拠はね、たったこれだけです。もうそれ以外、チャートは全部死んでるので、なかなかね、ちょっと難しい動きに。まあ今日、だからニューヨークはこの後ね、少し崩れると、まあ明日もね、日経平均はほとんど戻せないんじゃないかなという気がしています。はい、ということで、まとめです。はい、えっ、ー、とね、日経平均は 日経平均の先物、ニューヨークのプレ段階で売り店が点灯してですね、まあ、このあたりでちょっと今日ね、ナイトセッション弱いかなっていう判断ができたかなと。で、一旦今までは21時半ぐらいまではその通りの流れになっているというので、意外とね、使えますよと。 はい。で、新型マックリー MMA リボン、すべて、これは先物で見た場合ね、現物はまだ買いサインなんですけど、現状のさらに200円下げた26,2300円ぐらいをうろうろしている先物で見ると、MMA リボンもマックリー新型のマックリーもまた売りサインになってきました。グロスバリューは完全にね、急降下して、で、しかもアメリカももう全部売りサインですから、基本は売りです。 で、金利上昇が歯止めかからない。これがもう一番の原因で、ナスダックマザーズ苦戦。これね、金曜日と全くね、文言変わってないんですけど、今日もさっき見ていただいたように、ナスダックはすでに2.6%の下げ、先物がね、非常に厳しいスタートになりそうだと。はい。ということで、まあ、唯一の戻し期待は空売り比率49.8%ぐらいじゃないかなと。で、えっとね、5月10日。 な、明日ね、300円程度。まあ、今日700円下げたので、300円ぐらいは、まあ、一旦ね、自立反発ないと。そうすると26,500、6円っていう水準なので、このあたりを抜けずに、まあ、ね、あの、ちょっとショートカバーも入るんだけど、結局ね、26,300円、400円に満たないぐらいで、ちょっとしかプラスにならないとかだと、また水曜日。まあ、ね、CPI の日ですけれども、またちょっと下を掘るぐらいの、もうやっぱりね、売り、売り、売りになってきている。 もしくは、買い方がいないんですよね。だから、あの、まあ、プライムはまだ出来高しっかりしてきてますけど、もうわざわざスカスカになってきてますから、なかなかこの状況では買い手がいないという状況ですから、引き続き厳しい状況かなという気がしています。 はい。ということでいかがだったでしょうか今日の動画も役に立ったぞというところがあればぜひグッドボタンを。そして毎日こんな形でオプション戦略を中心とした日経平均の考察をしております。よろしければチャンネル登録の方もぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね